よーし、じゃあ前回の続きをやりましょうか。次は郷田さんと源さん。じゃあ真ん中に調整させようかな。じゃあ俺様のいるところはわけのわからない迷路のやつ。迷路ってさ、結構時間かかんじゃね？みんな今から待ってる。郷田さん頼もしいね。なんか嫌な予感すんな。うわー、ジャイアンでかいなー。やっぱこれさ、ほら、なんかもう道分かれてるさ、もうすでに。あ、大丈夫か？あれじゃね、なんか、どっちで行けばいいのかって。今なんか、ジャイアンの上に矢印がついてるけど、うまく示してくれてんじゃんか。とりあえず右に行けばいいと。え、なにこれ？なにこれ？え？なんだ？さっき聞こえなかったか？気のせい。新しいまたマイクが届くんで、ね、まあヘッドセットだけどさ、それがどういう風になんだ働くのか楽しみでしょうがないっていう、まあしょうもない話だけど、でもそれ使ったらあれかな、両耳から聞こえようになっちゃうんだよね多分。もしかしたら今俺が使ってるやつはあのイヤホンとかヘッドの左側からしか聞こえないけど、まあ新しいのだったらね、ボス戦かな。新しいのをやったら、よーから聞こえなっちゃうよってか、こいつなんだっす、これ食らってんの食らってんの、なんか姿表してくれないのかな、なんだ謎だね。ジャイアン歌をやってくれ、リサイタルでやれば一撃必殺みたいな、なんか裏じゃないのか、これ簡単じゃね、なんかあんのか、姿表したか、なんだなんだなんだ、下から出てくるか、とりあえずここにいようか。え、なんか出てきた、え、これ、これ本
ったい。え、ちょっと待って、これ何、何これ、ライブ食らっちった。完全無駄だった。やべ、なんか出てきたぞ。攻撃当たんない。げっ、なんだこいつ。あそこか、弱点は。あの、真ん中の緑色のとこ当たるとき当たらなきゃなんで、この駅は。なんだ、うえ、なんか、やべ、なんだこのロックマイクスのあのアルマージ的な。ちょっと待て、これはちょっときついぞ。え、マジで。動きをよく見ると、動きをよく見ろ。あれまたやられたらちょっとやばいな、困っちゃうよ。連射してもこの木が当たんないってことはやばいな。破壊力、破壊力重視の武器でやった方がいいんじゃないかな。これでも連射しても当たんないからね、全然。ちょっと待って、これでいこうか、空気をね。おい、やべ、はい、来るぞ来るぞ。いい、あー当たるのかよ。まで来ましたよ。俺も本当正直この ゲーム舐めたな。結構いろいろ難しいね。シビアっていうかね、いろいろ。正直楽勝だと思ったからな。手こずりまくってクリアできるかさえも分からん。これでもラスボスとか絶対やばいだろ。いい感じじゃね。ダサつか、うえ、当たり判定ちょっと広すぎるでしょ。そっか、さんだいぶ良くなったな。最後なりそうだな。あんな怪物なんかちょろいもんだよ。サスケお前一回死んだ、やられちまったんだよ。またさ、水の世界に。じゃあ水のところか、泳ぐ系かな。はいはい、泳ぎはと、へえ、源さんそんな特にあったっけ。なんか、泳ぐ得意だ。バイオリンが下手っぴっていうイメージしかなかったけど、これでいっか。いけそうだね。てかなんか上に降りてこないんだけど、あ、降りてた。こんな泳ぎで しかも水の中で目とか開けてらんないから絶対痛くなるでしょ。え、でも怖くね。なんかさ、なんつうの、水ってなんか何があるか分かんないじゃん。なんか微生物とかなんか汚れとかさ、バクテリアみたいなのがいっぱいあるかもしれないしさ。何これ、そんな中で目を開けたりしてさ、目にさ、バイキンとかだったらどうするんだって。で、それでなんかその中からどんどん、なんて言うんですか、皮膚の中になんか汚れというか、なんかバイキン、バクテリアとか侵食してって、なんかさ、で、それでなんかもう、目がグエーってなって、なんか目真っ赤になったりとか、そんな恐ろしい病気だったら俺は嫌っすよね。これ何この赤いの？鍵？なんかスイッチがあんのかな、ようわからん。あ、これ便利だね、やっぱ跳ね返ってどんどん敵に当たってくれるの。お、なんかお宝ある。え、ちょっと待ってや、反則だろ。あ、そっか、今のところさっきの雷のやつも使えなかったのか。このどれだっけ、これこれこれ、これとかめっちゃ便利。え、何今どっから来た。
これはなんだい？おい、ナイフナイフ。なんだこれ？敵、あ、ウォーミングミサイルか。ウォーミングミサイル2か。あ、これいいね。これは結構避けたはずじゃない？この。あれさっき来た？もしかして。来たよね、ここ。ちょっと待て。じゃあどこ？行けばいいんだ。道に迷った。ちょ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 。上かな？なんて上がりにくいんだ。あ、まだなんかある。何これ。よいしょ。あ、鍵だ。あ、ちょ、待て。鍵、さっきの黄色いなんか鍵あったね。あそこに使えるのかな、もしかして。ちょっと待ってな。じゃあその黄色いとこ行って、また別の宝箱があって、じゃあそこで、あの赤い鍵手に入れるってことなんじゃない？そういうことなんじゃないですかね。知らんけど、またこう飛んだけ。あぶれ、あぶれ、食らっちゃった。やばいな。ちょっと俺ここまで来て、ぐるぐる回って、ここまで来て、ちょっと俺やられたくない。さすがに、まあ、あと2発だ。2発しか、2発食らったらおしまいだけどさ。あれ？赤い鍵だ。え、ってかさ、黄色いとこ開けたっけ？開けてなくね？あ、黄色いとこ開けたらなんかまた鈴が出てくるのかな。ちょっと見てみようか、とりあえず。どうなったか忘れたけど。いやー、上がんのめんどくせえなー。スパンスパンスパンって言えんの？まあ、いや、どっちにしても。黄色い影どこだっけ。どこだっす。じゃあ、黄色い影探すよ。じゃあ私は、分かった。もうね、鍵手に入れた時点で開いたんだわ、多分。壁がなくなったんだ、鍵取った。ただこうさ、俺何もしてないけど開いてるじゃん。多分黄色いとこも開いちゃったんだよ、多分さっき鍵取ったことによって。でも多分それでさっきなんかいろいろアイテム手に入れたじゃないですか。なんか赤い鍵とか、多分そこ、まあ、黄色い鍵開けたところにあった場所なんだろう、きっと。まあ、とりあえず、行けたから OK。そういうことかな。水の毒さんまだ続いている。みたい。はいはい。大変ですね。また同じような感じかな。まあ、やるしかないね。始めた以上はよろしくはない。落ちたら危ない系かな。はい、はい、ホーミングいいんだけどね。たまになんか敵の敵をなんだホーミングしないと敵の周りをくる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 回ってるだけ。さっきあったからね。なんとね、もうちょっと連射、ちょっと連射できればいいんだけど。キャリによってなんか特徴とかあんのかな。走りが速いとか。伸びたわ、伸びたは完全に連射できたら、なんか連射がすごい速かった。あれが高い、ジャンプ力が高い。静香ちゃん、静香さん、へえ、あ、すごいな。でもこっちであったん。まあいっか、アイテム見てみるか。あ、全部手に入ってるじゃん、鈴以外の。あ、じゃあもうほんとあれだね、後半だね。まあ、だろうと思ったけどさ、なんかなんだろう。これ下からでもいけんのかな。また戻んのめんどくせえぞ。鍵がある。ちょっと待って、鍵があるってどこにあんだ。上かな。何これ、厄除けかな。敵が、敵いないね。つうか鍵どこ？鍵どこだし。こっちか。
マジか。戻らなきゃいけないと完全予想なんだ。上の方に、まあなんかさっくり来ちゃったからね。どっかにあんだろうな。あれ？ここスタート地点だっけ？で、こう来たんだよね最初。こう来て、で、これは何もなし。さあそっか。ここがなんか怪しい気がする。まあなんか。なんだろう、まあ、ざっと一周していく。あった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 、これだ。一周一周っていうか、なんかまあざっと一周して、でまあなんか発見したんだよこの場所。普通に見落としていただけっていうね、完全に。じゃあこれ上から行って、ああ、ライフあとちょっと増えるんだけど。てかさっき一回やられてしまったんだよね。敵がまた復活してんだよ、ね、それが若干面倒い倒すのかな。あ、厄除けあるね。さっきのクリスタル回復。あ、おお、鈴だ、やった鈴ね。お、3つ。お、増えた増えた。来てないよね。来てないっていうか、開いたところか、鍵が。鍵で開いたところかな。これ多分またもう一個あるよね。ほらやっぱこれだろ。で、こう先に、まあいいや、探そう。とりあえず探しましょう。お、意外と簡単に見つかったね。今のも何があんだ。なんもないのか、意外と。いや、案外ここら辺に もう一個なんか鍵あんじゃねえ、なんかアホい鍵みたいな。ないか、なさそう。行こう。これゲームパール、これ取んないのがよかったかな。もしかしてこの辺りなんかとてつもない、なんか大集団みたいな。あれ、あ、ボス戦か。ボス戦だからか。このままか。ちょっと待って、なんだこれ。これがいいな、これが、これがこれがいいんじゃねえか。やべ、下が回んない、なんか死んだけど。あんま寝れてないからか。カエルになった、カエルは。クロノトリガーのカエルとは大違いだ。お前は勇者でも何でもない。簡単に倒そうだね、これだったら。おいおい、ここで戻った。水中はなかなか操作が効かないっていうか、なんか思うぞ、変わった、連動しまくってやる。あれ、なんつうんだっけ、タズマトシモンつうんだっけ、なんかポケモンでいう、なんだっけ、タッツとかシードルみたいな。てか、待って、このメタルがあるから余裕でしょ。あれ、撃てない。距離が離れるとちょっとあれか。これちょっと、こっからと、お、まだか。マジか。次何、第三形態来る。どうだ。これなんだ、タコ、タコさん、イカか。マジってやるかさ。トリッキーな動きするね。まあ確かにさ、体力回復しとけってのは分かった。ここにボス戦来る前にさ。こっちくんない。
もない。座り落ちてる。座れ。鈴鹿さんはどこにいるんですか、あなた。この向きは当たんねえな。あと他の向きだともっと当てづらいと思うから、これしかないよね。あー、くらっつった。あと3、3回。倒した。よかった、よかった。ドラえもんだけどね。じゃあいいや、ここで一旦ちょっと切りますね。じゃあお疲れ様です。